心をどうにか止めないとな。やっぱ爆弾だよな。で、よくもやったな。聞いて驚け、オラはゴロンの勇者リンクだ。このリンクは俺だ。え、お前もリンクっていう頃、じゃあお前が伝説のドドンコバスター勇者リンク。お、オラの父ちゃんダルニアだよ、覚えてる？オラの名前父ちゃんがリンクの勇気にあやかってつけたんだ。頃いい名前、頃オラ気に入ってる。頃リンクはオラたちゴロンにとって英雄、頃会えて嬉しい、頃サインしてほしい、頃ゴロンのリンクくんへって書いてほしい、頃ミーハだ。それどころじゃなかった頃、みんなを助けて頃、ダルニア父ちゃん も炎の神殿に行っちゃった頃、あそこには竜がいる頃、早くしないと父ちゃんまで竜に食べられる頃、わーんわーん、かわいい。なんとかして泣き止ませないと。何か話せば落ち着くかな。何を聞く？竜について。この山にはバルバジアっていう悪い竜が住んでた頃、その竜はオラたちゴロンを食べる恐ろしい竜だった頃、それをゴロンの英雄がでっかいハンマーでドッカーンってやっつけたんだ頃。これずっと昔だけど本当のことだよ。だってその英雄の子孫が父ちゃんなんだもん。わーんわーん、かわいい。なんとかして泣き止ませないと。じゃあゴロンたち、みんな炎の神殿に連れてかれちゃった頃、父ちゃんが留守の間にガノンドロフの子分がやってきて連れてった頃、みんなバルバジアに食べられちゃう頃、ガノンドロフがバルバジアよみがえらせた、よみがえらせたんだって言うこと聞かない人たちへの見せしめにするつもりだって父ちゃんが言ってた頃、だからみんなを助けに父ちゃん一人で炎の神殿に行っちゃった頃、この熱気に強い服あげるからリンク助けて頃。ゴロンの服を手に入れた。やったね。お、開いたぞ。じゃあ赤い服を着て炎の神殿でも行くか。神様の像を動かす頃、よし、ちょっとお店行こう。爆弾がちょっと少ないから25ルピー50ルピー、まあ10個ぐらい持っとくか。まあどうせ炎の神殿で爆弾死ぬほど取れるんだろうけど、装備変えとくか。神様の像動いた。チャララララララ、よし行ってみよう。おお、本当だ。暑さが大丈夫だ。これは爆弾じゃない。もったいないことしちゃったな。これ副ショットか。こっちはこれなんだろう。爆弾壊れない。こっちは壊れない。はーい、チェック。じゃあもうちょっと先に行って、なんか手に入れないとダメだな。てや、お、シークじゃん。時を超えて育まれし者、真実の友情は時を経てより強き絆となる。その熱い心はやがて正しき者の力となり、進むべき道を照らすであろう。
その強き心を確かめる炎のボレロを聞くがいい。命令口調だ。しょうがない、聞いてやろう。音痴。この曲結構好きだな、炎のボレロ。炎のボレロを覚えた。リンク、また会おう。あ、焼かれて消えた。消えてなかった、まだ。今だ。消えた。今度こそ消えた。さーて、先に進むか。これもしかしてワープできんの？炎のボレロ吹いたら。つかむ、投げる、つかむ、あ、爆弾、投げる、あ、ルピー、爆弾欲しいな、爆弾。つい壊せるかどうか試しちゃうんだよね。よし、爆弾ゲット。この先はなんだろう。なんだか近いところから行きたくなっちゃう。え？ちょっと待って。ジャンプ、いけた。何？なんかあんの、ここ。あ、なんかアイテムがないと見えないとか、そういうこと？なんかそうっぽいな。なんか注目できないしな。てい、あー、びっくりした。あれ、あの下、あの下はなんだ。まあいっか、先に進むか。降りる。この先が炎の神殿？なんかまだマップが全体マップなんだよね。お？入れる。あれは入り口だったのか。なるほど、こっちが炎の神殿だ。まだまだ。あ、なんか来てる。ルーク。あ、倒せた。わあ、びっくりした。鍵はないな。扉が2つ。下から行こうか。下から来たけど、喋る。いや、やめてくれゴロ。おいで、なんか食ったらお腹ゴロゴロになるゴロ。後悔するゴロ。ボスの鍵あるな。ここはまた後で来るんだな。あ、きっとコウモリが。あ、生き返ってる。えい、えい。まあいいか。なんか歌も聞こえるよ。熱々、熱っ。あ、兄貴。そこにいるのはリンク。おお、リンクゴロか。しばらく会わねえ間に大きくなり上がって、久しぶりにゆっくりと男同士で話してと心がそうも言ってらんねえ。
ガノンドルフの野郎、太古の邪竜バルバジアを蘇らせちまいやがった。おまけに他の部族への見せしめだと抜かしやがって、俺の仲間を邪竜の餌に。くっそー、邪竜がここから出ちまったらハイラル中が焼け野原だごろ。俺は邪竜を封じるためにこの先へ行く。伝説のハンマーがないのが心もとねえが仕方ねえ。リンク、おめえを兄弟と見込んで頼む。俺が邪竜を封じている間に仲間たちを助けてやってくれ。反対から待っていけるはずだ。頼んだごろ、リンク。倒してくれんの、邪竜。じゃあ任せようかな。反対側から、あ、なるほど。下はなんかあんのか。危なー。ていスイッチがあると、スイッチがあると押したくなる。よし、一人目ゲット。逃げていい頃、ダルニアの兄貴の入っていた部屋に行くには天井に刺さった柱をなんとかしないとダメ頃。なるほど。なんかヒント教えてってくれんの。宝箱、お、鍵ゲット。で、この鍵を使って、ていこの鍵を使ってどこに行くんだ。あっち行ってみよう。とりあえず行けるところから行く。それが俺のスタイルだ。乗れる。ジャンプ。あ、ちょっと待って。あった。よーし。妖精ここ2匹ぐらい出てくるんだ。だいたいなんか最初の方の部屋に妖精がいるんだね。よし、OK。これだけかな。これ何？戻るときは？戻るときこれどうやって戻るの？あっちか。ここからきっとジャンプするんだな。この音、これが響き石の音か。近くに何かが隠れてるかもって分かったところで解決のしようがないぞ。とりあえずこの小さな鍵を使ってどっか行かなきゃ。あそこだ。さようなら。ここはなんだこれ。下に降りれんの。食らわない。あ、ここはギリギリ大丈夫なとこ。でも何もない。とりあえず真ん中通るか。あ、びっくりした。せいや、じゃーん。とこっちに来たものの鍵がないからどうすんだ。下か。なんか全然覚えてないな、炎の神殿。また落としてるよ。多分宝箱か何かがあるんだろうけど。痛い。ちょっと遅いな。こっちでいいのかな。こっちに飛び移って、こっち。びっくりした。そしてこっちか。びっくりした。降りちゃったよ。これはなんだこれ。もしや爆弾か。
爆弾だ。とりあえず見つけた部屋に入ってみる。解放してやる頃、秘密、剣で切らないとダメなスイッチ、ゴロン名物のあれでも OK。 ゴロン名物のあれってなんだ。爆弾花かな。開く。よし、鍵ゲット。鍵をゲットしたから、あそこに行けんのか。これ乗ると、これ乗って、これ乗ると、ここには、え、あ、びっくりした。あれ、下一応大丈夫なんだ。もう落ちたら一瞬で死んじゃうのかと思ったけど、意外と平気だった。危な。そう考えると何かアイテムがありそうな気配がするぞ。ないのかな。頑張ればいけるじゃないか、無傷で。ここは登れる。で、ここでいいのかな。あっちもなんかあるけど、あっち多分上からだな。わあ、熱そう。わあ、スライディン。ここは何でしょうか。また響き石になってるわ。ここは、あー、上からあれを落とさなきゃいけないんだ。なんかここの扉開けたけど、なんか意味あった？間違えた。え？帰れない、帰れない、帰れないの、もしかして。頑張れ、帰れた。 あれ、ここ何、何もすることないけ、もしや。痛い。そういうことじゃないのか。何もすることなくないかな。とりあえず戻ろう。鍵を開けたはいいけど、とりゃ、鍵を開けたはいいけど、もうちょっとここの部屋、あっちか、に行けばいいんだな。増えていこう。ここか。ここから行けばいいのか。届くかな。届いた。で、ここ渡って、で、まっすぐ、よーし、ここだな。ということは、あの小さな鍵もったいなかったな。スイッチ。秘密。剣で叩くとちょっと違う音がする。これ。あ、なるほど。壊せる壁や剣で叩いてみよう。これは何だろう。お、鍵だ。でも鍵付きのドアあったっけ。もしかしてまだ壊せる壁があるのかな。
こっちか。間に合った。わあ、びっくりした。死ぬよ。なんかあんのかな。フックショット。あれはもしや。時の歌を吹くところがあるっぽいな。この先と間に合う。あったー、これだな。これじゃん。これじゃないか。